ご覧いただきありがとうございます。チュンチュンです。ローズマリーが昨年の3月に植え替えたんですけれども、結構根も回ってて、夏は朝日だけが当たるような場所で、昼間の暑い日差しはかからないような場所に置いていたんですけども、どんどん調子を崩してってどうしようかなって思ってたんですよ。でも1年経ってなんと花が咲きました。ただ葉っぱの様子を見ると明らかに調子悪そうですよね。これ、この春も植え替えしようかどうか迷ったんですけど、一応見てもさしといたらそんなに青々と綺麗に茂ってるので、親株の方はこのままにしてます。ご覧いただきありがとうございました。